キャブライカルヒーローでジャスティスターです。お願いします。はい、ホンズルム逆再生伝言買い物。はい、ということで、まずは、我々ジャスティスター、2周年記念を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早いよ。早い。いや、何言ってるの。ナオレーション何言ってるの。お前まだ2周年迎えてねえよ。厳密に言うとそうだよね。そうだ、決めてたらそれ最初に2周年経ってねえよ、まだ遅れが入ってきたんだから。いや、俺たちが2周年という動画出すやつ。違うやつ。ナオ君2周年記念。お前ナオ出せな。まあ、ということで、2周年経ったということで、3年目の、我々ジャスティスターも、応援本当によろしくお願いします。お願いします。はい、ということで無事、100万人も達成したということで、はい、まあ、今日は、大人気企画逆再生伝言買い物をやっていきたいと思うんですけど、はい、2年目のジャスティスさんを盛り上げてくれた企画と言っても過言ではないんで、はい、まあ、いつも通りヨシ君が、逆再生の伝言の問題を何問か出してくれて、はい、2チームに分かれて、その問題を解き明かして先に買い物を買ってきたチームが勝利という感じで、はい、もう早速ヨシ君大丈夫。準備大丈夫です。結構おもろいの。今回もまた違ったね、問題の出し方をね、考えてるんでね。なるほど。すみません、文句してほしいよ、もう。前回さ、ちょっとさ、弱かったよ。そう、毎回文句やるんですよ。ユーフォーとかさ、勝ったんそのまんまかい。ね、もう勝ちやる人も言ってた。まあでも今回、チームがゴーキナオショータチームと、はい、ライオキウリューシンということで、はい、逆再生でしょ。うん、負けんくさいよ。なんでこの顔する。まあ、ずっとって言ったから俺もなんでこのナオと同じにさせられたの。おめえその立場ナオと俺で分けるんじゃねえ。分けるわよ。分けるだろ普通。分けるな、盛り上げ隊長で。あ、そうね。でも豪気うまいから。まあまあ、だから俺が全部やることになりそう。でもね、買い物は2人得意だから。買い物に得意だから。多分シールの得意だから。ナオも勝手に師匠だよ。だっておじさんとかやったら吹き飛ばすもんね。余裕でもう。やめてやめて。逆再生逮捕。どういうの。その人抑えてる。まあ、という感じでも早速やっていきたいと思います。はい、いきますよ。さらに、レッツゴー。はい、ということで、こちら、ワルチームでございます。はい、ラッキーがなくなっちゃったの。そうですね、リュウシン君がいると、ただのワルになる。ワルになります。お前らは何、昇格する。いや、だからね、そうなんだよ。俺らが多分チームでも、結構、その、煽ることとか好きだから、人のこと、人の不幸が大好きなチームですから、勝って煽るのが多分、俺らの進行って。いや、逆再生に勝たなきゃいけない。そうだね。ガチ勝とう。でも向こうのチーム煽って聞くの翔太ぐらいで。だからいいんだ。だからのメンタル壊すと。そう。はい、ということで、僕たち、チーム下手くそです。しゃあ。いや、なんか、拍手していいんだか、してよくないんだか。え、伝言、逆再生が下手くそってことですか。そうだよ。だから、全体的にね。え、翔太って下手くそなの。下手くそだよ、俺。下手くそだよ。下手くそ。ほんと。うん。で、俺、かろうじて、まあ、うまいブルーにはいるから。一番うまいでしょ。まあまあまあ、チームだと一番うまいかも。買い物の速さも大事だよな、これ。いや、それある。うん。ここ来たことあるの、ゴーキは。あるよ。あれ、前回ここ前回、俺とヒューでやったんだけど、ここだったんだよ。うん。鬼込んでた。俺、絵文字こっちだったけど、鬼込んでた。ガチで、めっちゃ列並んでて、俺、車の扉開けたら当たったもん。並んでる人に。おい、どこまで並んでんの。どこまで並んでんの。外まで並んでた。お前、えぐいだろ。で、逆再生してもらったの、全員に。届いた。うん、届いた。たらい回しできた。よかった。だから負けた。めっちゃ忘れてる。でも、ちゃんと買ってきてもらえたんだ。うん、間違ってた。意味ねえじゃねえか。何の時間だよ。今回は英語でちょっと出していこうかなと思っております。で、ただ商品名を英語で言うんじゃなくて、前回みたいな感じでちょっと抽象的なものを説明して、それを英語で、説明していきたいなと思います。まあ、例えば、赤いキツネとかだったらレッドとフォックスみたいな感じで、そういう感じで、何単語かをつないで一つの商品にしていきたいなと思います。で、早速まず1問目からやっていきたいと思います。グッズ絶賛発売中、詳細は概要欄から。じゃあ1問目、まずカルピスでいきたいと思います。これね、ちょっと知ってる人には知ってる説明の仕方があるので、それをちょっと録音していきたいなと思います。ボディーピース。はい、これね、体にピース、カルピスっていうぐらいですから、まあこれ訳せればカルピスにたどり着くんじゃないかなと思います。早速出していきたいと思います。長すぎたら分けよう。分けよう、すぐ分けよう。はい、いきます。
スピード。やべえ、簡単だ。いくよ。スピード。俺いきます。スピード。はい、いこう。ボディヒース。ボディヒース。ボディがやってそれ。もう一回いく？さあ、どうなるか。来た、来た、来た。いきますよ。はい。スピード。え、短っ。やばいやばい。もう生きるって。オッケー。いきまーす。スピヒーロン。ノリピース。は？何？何つった？ノリ？ノリつってるよね。ノリピース。ノリピース。ノリディース。ノリ。うるせえ。うるせえ。ノリです。ノリピース。ノリ？ノリ？ノリですって？ノリです。そんな問題ある？いや、舐めすぎだろ。ノリです。はぁ？むず。オニーヒス。オニーヒスって何？おにぎりとヒステリックグラムコラボしてる。ガチ？激アツコラボ。おにぎり絶対いらないよね。次ヌイヒス？カルピス。全然違うよ。カルピス？カルピース。ボディヒス。でもボディだよ。ボディシート。おぉ、アンチあるね。英語関係ある。シーツだったら、だって布だから。ボディーシーツ。ボディーシーツ。ボディーシーツ。あるよね。ある、立ってくる。行こう、もう行きましょう。熱いし、熱いし、行こう。行ってきます。はい、戻ってまいりました。はい、ということで、僕たちが買ってきたのはボディーシート。はい、行きましょう。電話、すぐ。あ、やばいやばいやばい。多分、まあ、二人はまだ自信ないじゃん。俺自信あるけど、あるし、あと相手チームも分かってないから多分大丈夫。オッケー。じゃあ電話かけまーす。お願いします。はい、ということで、ヒューから電話かかってきました。起きた。もしもし。はい、もしもし。僕たちが買ってきたのはボディーシート。なるほど。いや、ボディーとスーツみたいな感じで。なるほど。そういう感じかなと思いました。お願いします。頼む。ライブチームの答えは不正解です。だよな。終わった。なる。でもあっちは一回も来てない連絡。うん。あ、じゃあ頑張ってるんだ。じゃあこれ無理ですかね。ちょっと変えます問題を。答えじゃあ LINE で送っても。うん。はい、ということで、もうふてくされチームです。な、一応答えはボディとピース。カルピス。俺カルピス言ってたよな。そう言ってたよな。体にピースだからカルピス。でもなんとなくもう系統は分かったよね。うん。あ、こういう感じでいくんだねっていうのが系統分かりました。つぼ。うん。ボディとピース、つまりはカルピス。体にピース。ボディとピース。なんでボディ？体にピース。体にピース。カルピス。だる。こいつ。うわ、なにうまいぶってんじゃん。だからボディピース。わかるわけねえやん。こいつさ、ね、ちょっとさ、なんかさ、うまいことやりました感出しすぎなんさ。無事だろ、そんなの。ふざけんな。でもボディピースがわかればいけたよね。カルピスにはたどり着けた。はい、ということでね、1問目はドローということでね、2問目はね、より簡単な説明でいきたいなと思います。いきます。これでいきたいなと思います。よっしゃ。はいはい、最後レムスッナーニービオスニードーンニービオスニードーンレムスッナー。いきます。レムスッナーバッドスメル。もうスメル。バッドスメル。バッドスメル。うん。匂い臭い。してんの。バッドスメル。はい。で、ラッシー。2秒。オッケーオッケー。これはちょっともういける。2秒。はい。2秒。炭火。炭火？日本語や。もうちょっと言ってくんねえじゃん。はい、ということで、2問目が来ました。はい。翔太頼んだ。はい、行きますよ。はい。レムスッナ。2秒。2ドン。ちょっとさ、誰か手伝ってくんね。どこ、どこ、どこ行く？最後の1個でいいから。行きます。レムソンナ。ニービオスニンノーン。来た。いきます。モーニンソイビーンハンノスメ。よ、モーニンソイビーンハンノスメ。お前のだけ聞き取れない。お前のいけるんじゃん。ソイビーンって言ってるよね。言ってる。大豆ってこと。大豆。ソイビーンって大豆だよね。わかんない。まあ一回次行こう。あ、そうね。ニーノーンニーノーン。オッケー、いくよ。ニーノーン。うん、でもそれでいいと思う。モーニング。モーニング、絶対モーニング。モーニングとバッドスメル合ってるよね。納豆じゃない。あ、ビーンズだもん。待って、言って。最後聞かせて。ビーンズ。マジかよ、これ。2秒。2秒。スイビーン。
ソイビン納豆だ。ナイス、いけた。行こう行こう。これは多分相手のバット詰めていけないから大丈夫。ゆっくり行こう。来た。レムソンナ2秒みんな来た。完璧来てる。よし、モーニング、ソイビン反応詰める。あ、ソイビンは確定だ。で、モーニングかな。モーニングって何。俺が、うん、モーニング、モーニングソイビン。朝に。あ、わかった。何、風ガチで言ってる。わかった。お前ガチで言ってる。え、俺らもじゃあ、ちょっと教えて、ちょっと教えて。俺が買ってきてやるから、マジで。おーっ、おーっ、頼んだよ。え、あいつすげーな。俺マジわかんないんだけど。ということで、僕たち、モーニング、まあ一応モーニング、納豆買ってきました。ではではでは。はい、ということで、龍神チームから電話来ました。もーしもーし。はい、もう余裕や。あ、簡単すぎんね、ボディーピースの後から急に。や、楽勝すぎだろ。じゃあ言ってみてください、答えの方を。僕たちが解読したのが、まずモーニング、ソイビーンズ、そしてバットスメル、納豆が出ました。じゃあ回答の方いきたいと思います。正解は納豆です。はい、僕なんかよくぞ正解しました、納豆ですみたいな感じで言ってるけど、なんか当たり前すぎて、なんかいいよ。そう、ドロー。まあ要領掴んでもらうのも結構メインだったんで、1問目がドローだったから。あ、まあ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 、そうね。残り2問だよね。残り2問で、次問題選手は俺らもう勝ちんだもんだから。そうだね。じゃあ俺ら煽りの電話しますね。じゃあお願いします。あざっす。まあちゃんとね、あの自分が言ったことの単語はね、ちゃんと伝わってたみたいなので、まあこれは完全回答としましょう。待って、終わった。ヒューから電話がかかってきました。ちょっと出ますね。こいつらバカだから、でも分かってねえよ。めっちゃ閉める上ね。マジで。なんや、おいちょれい、お前らまだ分かってねえな。押せえよ、お前ら押せえよ。いや、もう終わってるよ、こっち。俺ら正解してるよ。そっちは終わったの。どうせあれだろ、今リュウジが買いに行ってるんだろ。リュウジの恋がしねえってことは。ねえ、もうだ、終わってるよ。つけろ、ショート来た、ショート来た。よっしゃ、出ました。じゃあな、終わったよ。何よ、何やってんの。分かんない、分かんない、こっち。買ってきたものを言います。はい、納豆です。よし、よし、よし、聞いてよ、よし、聞いてよ。一ヶ月、一ヶ月。もしもし。本当にもう終わってるし、あとみんなでそのさ買いに行けよ。それ一人で買いに行かせる。任せんなよ、全員でやれよ。あ、今リュウジン絶対いない。じゃあリュウジンの声聞かせて。あ、いるよ普通に。いるし、いるし。終わってるんだ。もう納豆言ったし、もう終わりだよ。いるの。行く？行くお前ら。言って。あ、マジね、長すぎるじゃん。あ、こ、こっばっか混んでる。シャーガチャンディガスドマイ、ドマイ。こいつ、こいつら。はい、もう勝ち。はい、いいよ。かわいそうに見えてくるさ。翔太かわいそう。翔太がかわいそう。長い若槻やらされてんの。なんかさ、俺ら煽るのが好きとか言ったじゃん、オープニングでも。なんかここまで来て、相手チームの、なんか、あまりにも哀れな姿を見ると、なんか煽りたくもなくなるね。そうしちゃうよ。あの、一緒の高みまで来てくんないとさ、煽りがいがないんだけど。そうそうそう。はい、ということでね、さすがに次の問題はね、ちょっとまた難しくしたいなと思います。いきます。ということでね、早速続いての問題出していきたいなと思います。いやいやいや、ラビアンネンノアンムルシャン。ラビアンネンネンムルシャン。いいね。ラビアン合ってるよ。いや、マッシュルムネンネン。お前だ、お前本当にひどかった。マッシュルーム、俺絶対マッシュルーム、これ絶対マッシュルーム絶対。ラビアンネンノアン。毎晩毎晩マッシュルームじゃん。毎晩毎晩マッシュルーム、マッシュルーム。オッケー、オッケー、行こう行こう。ラビアンネンノアンムルシャン。オッケー、最初で行こう。ラビアンラビアンライバルライバルライバル。あ、キノコとタケノコの山とか。そう、100万すぎる。ネンノアンネンノアンネンノアン。いいと思う。モーネン、ん、モーネン、オンネン。マッシュ、マッシュル来てるこれ。シュークリーム。なんちゃら、なんちゃらすね。ああ、そうだ、シュークリーム。マッシュルームちょっと。ワンチャンシュークリーム買ってみる。行ってみる。俺行ってくるからやっといて。オッケー。さらに進化するかもしれない。オッケー、頼む。一回飛ばそう。うん、そこをやるかってこと。フムルシャン。フムルシャン。フムルシャン。マッシュルーム。マッシュルーム。キノコだよ。うん、マッシュルームは、タケノコだったんじゃない。じゃあそうだよ、キノコで分かっててライバルっていうのが分かってるから、タケノコだ。タケノコの里行きましょう。やだー。 もしかしたら里とかの英語を言ってた可能性もあるね。なんか分かんないけど、
ライバルだよねやっぱ。マオネンライバル。ライバル。マッシュルームのライバル。キノコのライバル。タケノコの里か。ああ。タケノコの里かもしれない。電話来た。来てないけど。来いな。来ないけど。まずタケノコの里だった多分。多分。キノコのライバル。キノコのマッシュルームライバル。ラマッシュルーム。行ってこい。タケノコ、タケノコの里。多分タケノコの里。行ってこい行ってこい行ってこい。行ってこい。無理無理絶対ちげえはい戻ってきました。僕らが買ってきたのはタケノコの里です。多分マッシュルームとマウンテン、うん、そしてライバルだろ。キノコの山のライバル。行こう電話。かかった。オーケー。はい、ということでまたしてもヒューチームから電話かかってきました。はい、どうですか今回は。僕たちが買ってきた商品はタケノコの里です。これ自信ありますか。最初マッシュルーム、マウンテン、ライバル。ああ順番的にはね、うん、なのでまあキノコの山のライバル、タケノコの里、うん、って感じですね。じゃあ回答の方いきたいと思います。正解はタケノコの里です。イエーイ。申し訳ねー。やばなんかでもないよね、接戦感がない、うんね、で一応ちなみに次は最後の問題なんで。そうだよね、うん、最後どうする。もうかわいそうだから最後3ポイントでいいよ。勝ったわ。あ、了解です。じゃあそれも言ってきますね。それも LINE で言っといて。はい、ありがとう。ありがとう。はい、またヒューくんが値上がってきました。あ、今買いに行ってるんだね、もしかしたら。ああ、確かに。合計さっきの話で。あ、もしもし。はいはーい。どう？わかった？大丈夫？いや、全然大丈夫じゃない。僕らもう分かって、正解しました。ガチ！タケノコの札でしょ？そうです。はい。ああ、オッケーオッケー。今回は明確な先犯が一人いるから、一人ね、なんか、先走って走ってったやつがいて、その後残った二人で、これ絶対違うわ、タケノコの里だわ、つって。まあでも、うん、負けは負け。正解したんでしょ、うん。もう正解したんだ、はい。ありがとうございます。頑張ってください。はい。3問目、勝ち。マジか。早いな、あっち。ワンチャン、いつぐらいに気づいた俺が書いて。お前は走って、なお行ってすぐ。呼び込めじゃん。じゃあでもライバルは出てたじゃん、うん、この時から、うんうん、で、マッシュルのライバル別にシュークリームじゃないよねって話もしたやん。だから改めて考えてたよ、ま、キノコのそうライバルはタケノコなんだ。はい、ということで3問目も、ライクンチームが取ったので、まあ今2対0でライクンチームが勝って、このまま次が最終問題なんで、まあ、このままいっても面白くないんで、最後の問題は3ポイントで逆転やりにしたいなと思います。3問目も終わってしまいました。やばい。1問目が同点で 2-3 取られたから最終問題で勝とう。最終問題3ポイント。最終問題3ポイント。これ逆転あります。逆転あるよ。来たこれ。はい、ということで最終問題なんですけど、ちょっとね単語がね難しいのがあるので、ここをどうするかちょっと悩んだんですけど、そのままでちょっと自分は行きたいなと思います。ちょっとね2チームがちょっと慣れてきたということで、そこにかけたいなと思います。まあこれをねちょっと解読できるかわかんないんですけど、ちょっと最終問題出していきたいなと思います。はい、最終問題来ました。オッケー。ちょっとお願いします。はい、流しますよ。あわまっくらじます。おーでやっこ。あわまっくらじます。おーでやっこ。オッケー。いきます。あまこ。めっちゃ本当にあまこだった。あまこだったよ。そうだった。オッケー。あわまんだった。あわまんだった。もう一回、もう一回。わからん、忘れちゃう。あわまんだった。お前が言って。アワーマン。クラチマ。オーディアゴ。いいんじゃない？いや、いいよ。行きます。北海道。サムシャル。ナマワ。北海道。いや。アワーマン。これ行きます。アワーマン。ママワ。完全にママワっつって。次。まあ、次行こう。オーディアゴ。これ簡単じゃね？オーディアゴ。おう、めっちゃいい。オーディアゴ。めっちゃいい。北海道。日本語？ハムちゃん、ナンバーワン。ハムってある？でもナンバーワンっぽくね。うん。ハムちゃん、ナンバーワン。ナンバーワンだ。北海道で言うと違う。札幌一番味噌ラーメン。あ、ナンバーワン。札幌一番勝てます。よっしゃ。よしゃ、無理でいらっしゃいますよ。オッケー。札幌一番味噌ラーメンができました。じゃあナンバーワンだったんだ。やっぱナンバーワンだよ。はい、ということで翔太チームから電話かかってきました。もしもし。買ってきました。じゃあ答えの方、買ってきたものお願いします。はいはい、僕たちが買ってきたのは
札幌一番味噌ラーメンです。なるほど、どう解読しました？まあ言っちゃえば北海道と、うん、あの最初のナンバーワンだけ出た。そう、ナンバーワン出た。じゃあ回答の方いきたいと思います。はい、正解は札幌一番です。やっしゃー、めっちゃ嬉しいんだけど。ちなみに早いよね。早いです。よかった。最初問題3ポイントということでね、逆転勝ちしたので。やったー、やった、激アツや。なんでホームランだよ。ナイス、ナイス。あ、もしもーし。はい、終わりました。勝ちです。さよなら勝ちです。お、ナイス、ガチありがとう。ありがとうってなんで。マジありがてー。え、何答え逆に気になる。札幌一番味噌ラーメン。札幌、あ、じゃあナンバーワンなんだやっぱり。あ、そうだ、いってナンバーワン。そう、有名な市のナンバーワン。うわすごい、ナンバーワンなんだ。ナンバーワンだったんだ。ナンバーワンだ。で、札幌とまあナンバーワンで、うん、札幌一番味噌ラーメン。うわー、いや悔しい、これは。でもまあ今回まあ最後3問だったからそっち勝ったじゃん、なんかわかんないけど清々しいっていうか、なんか、なんか絆芽生えたね今回は。あ、俺らと。いやなんかさ、だから今回さ、なんかほぼ英語形式だったじゃん。だから英語できない州が集まっちゃって、俺らちょっとくじ引きかけてたんだよね。うん、いいね、よかった。あの3年目の動画さ、なんか煽り合いしすぎず、なんか、あの変なギクシャクして終わるんじゃなくて、なんか楽しくっていうか、なんかお互い難しい壁を立ち向かったことによって、いい動画になったよね。確かにいい動画、ありがとうだ、いつも。いやマジお前ら成功してくれてありがとう、マジで。あの3周年もよろしくな。うん、じゃあ最後そっち勝利インタビューで締めといてくれ。オッケー、ありがとう。はいよ、はい、ということでね、最終問題3ポイントで勝ち取ったんで、僕たち下手くそチームまさかの勝利です。いろんな道をたどりました。はい、シュークリーム行ってみたりね、遅れてタケノコ買ってみたりね。結局俺らがまナンバーワン、下手くそじゃないですか、ナンバーワン。いやいや、このチーム強かったね。いや強いよ、うん。はい、ということでね、今回最終問題ちょっと逆転劇が起こったんですけど、まあこんな感じで逆再生ね、いろんなパターンで問題出していけるので、また次回もね、違ったパターンの出題方法を考えてやっていきたいなと思います。3年目のジャスティスターもよろしくお願いします。それでは次の動画で、ね、バイバーイ。 MVP を発表する。いいよ、はい、え、俺はもう決まってるよ。俺も決まってる。いこう、せーの、いいチーム。俺だけなんかやだ。最後まで動画見てくれてありがとうございます。今回の逆再生回などどうでしたでしょうか。最終問題取れて見事逆転することができました。なぜか今回絆が芽生えましたが、3周年目のジャスティスさんもよろしくお願いします。それでは次回の動画で、バイバーイ。